兄ちゃんの彼女さん。え、あ、その、ごめんね、お兄ちゃん。久々の兄弟の再会なのに、何妹を怯えさせてるのよ。久々に会った幼馴染にご挨拶ね。そこまで嫌われてたの、私。心臓に悪いと。ま、修二が私に怯えようが苦手だろうが構わないんだけど、あなたの妹をここまで送ってきた相手に対して失礼じゃないかしら。ええ、うちに車。それで、騒がせてしまって申し訳ないけど、あなたが修二の今の彼女。そうよ、今週からだけど瀬戸君とお付き合いさせてもらってる八角樹です。失礼したわね。紹介が遅れてごめんなさい。修二の
幼なじみで兵藤天音、一応元姉弟子にも当たるわ。修二、あなたどうせ自分のことな。まあいいわ。今日は修二に文句を言いに来たわけじゃないし、彼女の前だとなおさらそういう話はできないわね。とりあえずこの身が修二に用があって来たのよね。あ、うん。お兄ちゃん何の連絡もないから心配になって。ねえ瀬戸くん、こっちで暮らすようになってから。可愛すぎる気もするけど、妹がいて心配かけるような真似するなんて普通。謝るならこっち。はい。
あの、そうしてくれた方が安心するから。連絡なんかしたら修士が逃げるって思ったんじゃないの？一応お姉ちゃんには連絡してたみたいだから、伝えてこなかったのはそっちかな。あら、私が来なければよかったかしら。私だって1年近く連絡をよこさない幼馴染を心配してたのよ。あ、方向音痴で電車の乗り換えもままならない妹をここまで送ってきてあげた相手に、このみ、まだ電車の乗り換えできないの？できないわけじゃないよ。何かしらこの可愛らしい生き物、どういう意味かな。似てるって意味だと白石さんと瀬戸くんの方がまだ重感があるような。何ですか？やすみさん。え？ううん、このみちゃんは柔道とかやってないのよね？あ、はい。その、体弱かったんで。